ましておめでとうございます。おめでとうございま す、去年はブラックシップスがいろいろお世話になりましたイベントにご協力いただいてありがとうございます。去年どうでした、振り返って。去年、ね、一番大事な年だったかもしれないですけど、エイジオ選手。はい、そうですね、僕は東京オリンピック目標にしてたんですけど、ちょっとあと一歩、まあ、山本先輩に及ばすということで、まあ、さすが先輩だったなと思って、まあ、パリでは、まあ、負けないように自分が出てメダル取りたいと思います。そういう1年でした。山本選手、まあ、僕が代表でオリンピックを出させていただいて、まあ、その出るまでがこうすごい厳しい戦いをやって、でいざ出たら、まあ、記録なしで終わってしまったんで、まあ、そんななんかこう簡単にこう記録っていうかこう順位を出せる試合ではないなっていうのを痛感したので、まあ、次のパリに向けてまたそういうところを見直してやっていきたいなと思いました。じゃあ2人にとってはもうちょっとオリンピック苦い感じかな2人とも。なるほど、そうですね。じゃあちょっと悔いが残るというか今後の課題がかなり残ったりしてます。年が明けて、とりあえず、まあ、オリンピックはもうちょっと先なんですけど、今年どのような計画で行こうと思っているか、ちょっと聞いてみたいな。計画、記録的に見てもいいし、どこを強化とかでもいいし、以上でしょうか。はい、そうですね、なんか東京オリンピックまでの あの選考レースではあまりなんかアベレージとしてトータルがあんまり高くなかったので、まあ、パリに向けてはまあコツコツあの高いトータルを出せるように、まあ、一体か一体か大切に攻めていきたいな。それが課題ですかね。もうじゃあベースを上げてさらに記録を。そうですね、常にやっぱり自己ベストぐらいはコンスタントに取りたいなと。なんかタラハゼがスナッチ225やって、ね、同じ階級でめっちゃ強いやろね。ちょっとジャークにこう英一郎がね、ジャークに230やって、おーってなってるけど、ちょっとスナッチめっちゃ世界記録上がってきてるんだっていう。そこはどうすか。そうですね、聞きにくいけど本当はやっぱり別次元なんですけど、うん、まあそなんかまあ選手なので自分もまあ、そこはなんていうか比べすぎずになんか勝てるぞって気持ちでやっぱトレーニングするのが大事なのかなと思って、まあ勝ちに行く気持ちでトレーニングします。まあ、ただ相当差はあるんですけど、別次元なんだ。はい、そうですね。どんなところが別次元？やっぱプルのスピードが速いですよね。あ、デッドリフトの、はい、結構身長高いからさ。そうですね、かなりかかんだ状態からね。そうです、引っ張ってる。身長高いのに結構素早くプルするので、うん、すごいなと。その辺はこう取り入れたりする一応。そうですね、最近少しずつちょっとプルのスピードも意識し始めて、うん、まあ、同じ200キロでもやっぱり素早く引けた方が高く上がってくると思うので、うん、そういうところを今年の課題にしたいなと。じゃあ山本選手は今年どうですか。今年は、まあ、そうですね、手術して、まあ、4月の全日本に向けて、まあ、そこがピークにならないように、でもそこで結果を残しつつ最大のピークを世界選手権に持ってこれるように。まだでもオリンピック階級がどうなるか発表されてないので、どこの階級で挑戦するかっていうのがまだ決めてないので、まあ、とりあえず今100キロ近くをキープしているので、この状態で、まあ、さらにこう筋量を増やしつつスナッチジャークの記録を伸ばしたいなと思います。全日本は4月。そうです、4月の下旬で間に合いそうですか。まあでもなんかその国内に勝つのは、うん、なんかそんなに僕はあんまり見てなくて、うん、まあ、あくまでの世界なんで、うん、そこはこう軽くクリアしていきたいなと思ってます。まあ、怪我がね、ちょっと重大な怪我になってるから、はい、そこまあピーク合わせるのはね、パスショット、はい、
あとはちょっと階級だよね。そうなんですよね、選手の場合は。下げるってなると89ですし、うん、で上げるってなるとかなり厳しい、この層の厚い102キロ級になるんで、またもう一回体を作り直さないといけないっていうところ。IWF の発表はされてはされてます。されてる。そこから、IOC、オリンピック委員会の方でそれが承認されるかされないか。なるほど。で今102か89かで待ってる。でもそれもその承認されなければまた一からそうです、そうです。会議し直すんで。それいつなんでしょう、承認は。いつかわかんないです。全日本までちょっと。そうなんですよ。もう今年プラスを外してくれたらいい。プラスだけにしてもいいと思うんですけど。無差別級。無差別。それも面白いんですけど。そうですね、まあ、階級の部分に関しては僕はもうどうすることもできないので、まあ、とにかく、まあ、常にこの体を鍛え続けるっていうのを、はい、してたいなと思います。じゃあその、まあ、オリンピック、次のパリのオリンピック、そうですね、に向けて、まあ、今今年の、ね、目標は、まあ、どうやって今言ってくれて、その3年後が自分がどうなってるっていう、3年後どうなってどういう結果が目標にしてるのか、そこら辺もちょっと聞きたい。ちょっと先の話だけど。そうですね、でも僕はあんまり今までそんなにオリンピックになんか出るという目標というよりはウェイトリフティング楽しんで記録を伸ばしたいなっていう気持ちでやってきたので、まあ、そこは大切にしたいなと思って、まあ、オリンピックだけじゃなくて、まあ、美咲の試合で一歩一歩記録を伸ばして、でもやっぱりスナッチは200キロ越したいなっていう、そこはちょっと日本人初のそう、見てみたい。やりたいですね。なるほど。まあ、まあオリンピックが大体お二人ともこう多分パリがこうすごいちょうどいい時期というか、年齢的にもなんか多分そこに合わせるのかなっていうね、一般の人は思ってるけど、その相性選手はまあそんなことはなくて、いやでもまあまあめちゃくちゃ出たいですけど、メダル取る気で戦いますけど、まあ29歳結構、うん、まあ、ピークぐらいで出たと思うので、まあそれもベスト出せる。200の240。なるほど。200の240ね。わかりました。早く先輩戻ってきてほしいですけどね。ちょっと一緒に戦いたいですよ。ああ。じゃあそんな山本選手どうですか。そうですね。パリに向けてだと、東京オリンピックが、ね、多分結果としては多分もうこれ以上ないぐらい悪い結果ですよね。まあ、記録なしっていうのは。だから最悪の状態で終わってるので、まあ、パリは多分自分の中では一番いい結果が返ってくるんじゃないかなと思って、まあ、それはもうずっと目標にしているメダルだと思っているので、まあ、それは獲得したいなと思ってますけど、なんか僕は東京オリンピックの失敗っていうのは、パリを目指す選手にとってはあれはちょっとプラスになる経験じゃないかな、うん、他の選手に、うん、一回もね、やっぱ悔しい思いしてるし、舞台踏んでるし、パリに向けて頑張ってる選手の中ではかなりプラスの、ね、要素となってるので、山本君にはね、ちょっともう本来のポテンシャルというか、すべてを出し切ってもらいたい、その結果をすごい見てみたい。でも僕、あれですよ、パリも目指してるんですけど、ロサンゼルスも目指してるんですよ。なるほど。そこは通過点、大丈夫です、通過点なんで、ね、まあ、そこは、まあ、メダル獲得してで、ロサンゼルスでもっといい記録を出したいっていうのが、ずっと僕の中であるので、なるほど、はい、一応ね、目標はオリンピックに置いてるけど、まあ、その先もそうですね、いける、はい、まあ、そういう点では、もう吉田君もね、一緒だよね。そうですね、どうする、いや、目標設定においては、多分僕の方が、ダメですね。何すか、何すか、どういうことですか。まあ、あれですか、伊沢岡さんの次のロサンゼルスの
あ、まあ伊佐岡さんも僕とそうですね、同じ階級でやってて、うん、で、まあ、恩師の小高先生もロサンゼルスでメダル取ってっていうところもあるので、うん、まあ、そこはなんか僕が取らずに誰が取るんだろうと、まあ、なるほどね、ちょっと流れはね、こう、まあそうですね、うん、先輩方が作ってくれた流れがあるので、じゃあそれを全部背負ってね、結構もう、まあ、でもそれはなんか僕だけじゃなくて他の日本選手全員で取りに行くものなので、うん、まあ、その中で勝ち抜いて、うん、で僕がそこに立ってるっていうのを常に思い描いてるんですけど、はい、でも今の日本選手を見てると誰が出ても多分表彰台はいける選手が揃ってるので、だから、まあ、全員で、全員で、はい、戦いたいなとは思ってます、はい、で最後は全員的みたいな、まあ、ここで綺麗事言ってますけど最後に立ってるのは多分僕だっていうのは常に思ってます。かなりね、ストーリーが山本君の中にもね、はい、今まで積み上げてきたこう物語がね、あるので、もうぜひ、いい結果でね、はい、西尾君もね、はい、ロスに向けて、ちょっと、まあ、ロスでね、やっぱ一回ちょっとこうね、踏んで、舞台踏んでみたいな、もう、西尾しかいないでしょ。ロスあったらいいんですけどね、まず。そうね。まあまあ、それはそれで、ね、でも目指してれば多分、運はこっちに向いてくると思う、うん、そうですね、うん、だから、あると信じて、かなり2人前向きな考えでまた発信したと、そうですね、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。お願いします。